ノコギリを今度は斜めにしてこのまままっすぐ切っていきます。はい、それでは引き出しを貼っていきます。この小さい方にあまりはみ出すと掃除が大変なので、プライマーを吹きかけて、はい、まあずれないように、ちょっと私の場合目分量でいきます。この形ですかね。ある程度まあクリアランスを設けてますので入るはずです。このまま10秒押さえます。ほい、はい、しっかり貼り付けました。はい、でこれがこういう形でしっかり入るようになります。ここに段差があるんですけれども、これはまた、フォトフレームですね。後で作るフォトフレームが入ってきますので、ここの段差は気にしなくて大丈夫です。今度はまた、本体の接着に、いきます。この長い方が今回は、側板ですね。でこの縦の3枚が、天板と、棚板、あと底板という形になります。はい、でですね、初めに、まあいろんな組み方があるんですけれども、まず、本体で、天板と、底板をちょっとつけてあげましょう。でまずこの字型を作って、その後棚板の高さを決めてあげます。はい、この棚板の高さっていうのが、引き出しとフォトフレームが、片付けられるしまう形になりますので、その隙間が小さかったりすると、結局作っても入らなかったりします。なので、合わせながらちょっと、見ていこうかなと思っています。でこの時に、さっき作ったこのジグですね、これが役に立ちます。まずは、この、側板に、まずは底板から貼り付けていってやりましょうか。こういう形で瞬間接着剤を底板の、この小口面につけます。でアルテコプライマーをプライマーを振って、でこの時にできるだけ90度にしてやりたいので、これさっき作った時に90度になってますね。こういう形で90度の面に合わせてピタッとつけたら、そしたら上からグーッと押し付けて、この時に90度をしっかり見てあげてください。はい、これでもうくっつきましたね。はい、今度は天板をくっつけていきます。はい、ではですね、同じように同じ長さに切ったものの、しっかりですね、この基準面が合うようにしてあげてください。はい、同じようにプライマーを振りますという形で軽く置いたら、はい、じゃあ同じように90度を見てやります。これぐらいですかね。はい、この状態のまま10秒待ちます。では天板と、底板が貼り付きましたので、今度はそれをもとに引き出しを当ててみます。はい、こういう形ですね。こういう形で収まってきますよと。ここに先ほどのこの蓋が入ってきます。ここにフォトフレームが後ほど収納される形になります。はい、ですので、棚板というのは、こういう形で入ってくるようになります。はい、ですので棚板の位置はここになるんですけれども、あまりにきついと出し入れしづらかったりするので、ここに何かを挟んで、止めてあげましょう。今この定規がたまたま1ミリぐらいあるので、こういうふうに合わせてちょっと隙間を持たせておきます。はい、線を引きます。はい、一応まあ直角かどうかを、見ておいた方がいいですね。はい、少し余裕を持たせましょう。こういう形です。はい、これで棚板の位置が決まりました。一応こう合わせた段階でフォトフレームを入れて抜き差ししてみましょう。それでスムーズに出るようであれば問題ありません。はい、今度は E の形にしてあげます。
はい、ではこの墨線に合わせてまた貼り付けていきましょう。でプライマーをつけます。鉛筆の線の掃除がちょっと嫌なので鉛筆の線を隠すような形で貼ってあげます。はい、でこの時点で、まあ、取ろうと思えばまだ取れますので一応もう一回チェックしてあげてください。まずは底板と蓋を入れます。で今度はこの写真フォトフレームを入れてスムーズに出し入れできるようであれば問題ありませんという形になります。はい、はい、OK。 じゃあ実際に写真を入れたものが、実際に取り付きました。なので、下のこの厚み分と上の厚み分は、まあ、さっきこう手掛けを作るっていうふうに言ったんですけれども、こういう形で前と後ろで若干違う形になりますですね。まあ同じでも全然問題ありません。じゃあこれが計算上は入るはずですのでこういうふうになります。でここで大事なのが、まあ、この寸法というのもここにぴったりこういうふうに収まる形にしてあげてください。はい、じゃあこれで、全部の寸法がきちんと、揃って入ることが分かりましたので背板を留めていきます。で、考え方によってはですね、背板なくても、まあ、ありだとは思います。もう壁に置いてしまって後ろの壁を生かすというような形もありだと思うんですけれども、まあ、ここでは、背板をつけて、でさっきとやり方は同じですね。ここの部分に、まず背板をビタッと貼ります。でそこからガイドにしてそのまま切っていくと。でですね、これから背板をこう貼り付けていくんですけれども、ここに段差があるとですね、あの背板がぴったりくっついてくれません。まあ、どうしても隙間が空くという形になってしまいます。でサンドペーパーでもちろんこするっていうのもありです。ですし、もしでしたら、まあ、せっかくのその木工 DIY の機械なのでカンナというものを使ってもらうのもありかなと思います。これがカンナですね。はい、ホームセンターにも売られているものです。でもう買ってすぐ使えるものというのも最近出てきました。で、まあ、こういうものでこの段差ですね、今こっちの縦のラインがちょっと高くなってます。で今ここで引っかかりがあるんですけれども、ここの部分をこう削ってやる。カンナっていうのはこういうふうにあるとすごい便利な道具ですね。そうすると今フラットになりました。はい、こういう形でですね、まあ、もし、カンナ使ってみたいなという方がいらっしゃったら、一つちょっと買ってみるのもありかなというふうに思います。まあ、まずは木目を見て表裏どちらがいいか決めてください。まあ、どちらも大体同じだと思います。で一つ、横向きにするっていう方法もあるんですけれども、基本仏具のようなものは、まあ、その上下天地ですねにきちんと伸ばしてやるっていうのが結構オーソドックスな形なので、今回はこの上下にします。好みによっては別に横でもありかなというふうには思います。はい、こういうふうに貼り合わせましたら、このままずれないようにひっくり返して上から全体的に圧をかけてやります。はい、これで背板がこう取り付きました。はい、あとじゃあもう一息ですね。でですね、今回この Amazon で買ったものは LED ライト、これが2個でだいたい2個で1400円ぐらいでした。だから結構かなり安く買えるんですね。まあ、このクリメーションボックスの他にもいろいろ使い勝手があるのかなというふうに考えます。はい、でそうするとこういう形でいろんなパーツがついてきます。どういうふうに取り付けますかということで、こういうふうに両面テープだったり、ですね、こういうものもついてきますので、またちょっと参考にしてみてください。この部分をその本体の中に差し込んでいく形になります。で例えば、まあ、もっ と、細い線、もうこのコードだけの線しか開けたくないという方はここを一回外してみるのもありだと思います。で外して、つけるという、形で通してからつけると
というような形でもいけるとは思うんですけれども、まあ、ちょっと電気の知識がなかったり、するのはちょっと危ないかなというのも、懸念されるので、まあ、基本はあまりお勧めしません。はい。まあ、言ったらこれが通ればいい、寸法が、穴が開けれればいいので、まあ、今回は、大体、まあ、ファイ20の穴を開けてやろうかなというふうに考えてます。で、まあ、今回はこの上に光が上がる形にしてやりたいので、こういう形で取り付けます。とするとこのちょうどコードがこの辺りに来ますね。ここに穴を開けてやろうと思います。で、まあ、いろんな穴の開け方があると思います。まあ、糸のこを使ったり、もしくは、まあ、ちょっと、引き回しのこぎりで切ったりだとか、まあ、いろんな方法があるんですけれども、今回はこのインパクトドライバードリルドライバーで、やってあげようかなと思います。で、まあ、こう開けて、やりづらいから、例えばひっくり返して裏側から開けてやろうということも考えられるんですけれども、この貫通する穴を開けるときというのは、その下に材料受けがない と、隙間があるとですね、バリがすごい出てしまうんですね。なので今回はこっちの内側からちょっと無理にでも開けてあげようと思います。はい、ではちょっと見づらいとは思うんですけれども、ここに穴を開けていきます。で、こちら側から開けて下に受けがあれば、まあ、僕ら便宜上これ教室の作業台なので、まあ、こういう穴が開いても全然気にしないんですけれども、まあ、当て材を下に敷いておいてあげればいいかなというふうに思います。はい、では付属していた両面テープを貼って、実際に取り付けてみましょう。こちら側から通して、で向きを間違えないように、だいたい真ん中あたり、はい、これでこういう形で取り付きました。ではですね、そのライトを隠す3ですね、これを取り付けていきます。でこの時に一応近づけた時、光の広がり加減ですね、結構変わってきます。で、まあ、あんまりピタピタに、つけてしまうと、結構まあその光の広がりっていうのが、見えないので、まあ、多少前でもいいのかなと思います。で一応ですね、ここに骨壺みたいなものが置けるように設計してますので、その骨壺が入るサイズで一応止めてあげてください。はい、でですね、このライトをすごい気に入ったんですけれども、これ優れもので、3段階の調光ができます。1つはまあ全くない時、これがまあ0としたら、この、白熱というか、白い、ライトとオレンジのライトで両方っていう形で、このですね、2つのスイッチで切り替えられます。なのでそのシーンに合わせて、使うということができるというのが、これが2つついて、1400円というすごい、優れものです。まあ価格はもしかするとちょっと変動したりするかもしれないんですけれども、はい、これぐらいの小さいライトでも、十分に使えてますね。はい、ということでですね、100円ショップセリアの材料でここまでできました。まあ、そのライトだけはちょっと違うんですけれども、この形で一応骨壺がこういうふうに収まりますよと。で、引き出しとか、こう出てきた時には、まあ、こう置いてもらってもいいですし、こう置いてもらってもいいですし、ここがですね、台になります。こういう形で、例えば、まあ、その思い出の品だったりをこういう形で飾って、まあ、ちょっとご焼香、そのろうそく線香をあげるみたいな形でもできますし、必要ない時にはこの蓋をですね、一度取ってしまって収納できるというような形で、思い出の品を、入れておいて、で、この、家ですね、写真を、まあ、結構その骨壺がバーンと見えてしまうと、まあ、ちょっと
悲しい気持ちになったりもするので、またこういう形で写真で隠しておくとかいう形で、まあ、そのシーンに合わせていろんな使い方ができますよという設計になってます。はい、ということでちょっと長い動画でしたけれども、これがクリメーションボックスということで、建築知識さんと一緒に、建築知識と、合同企画ということで、一応提案させてもらった内容になります。で、まあ、僕らその木工、の教室になるので、まあ、なかなか、その地面だけでは伝えられないその木工的な技術だったり道具だったりっていうのをちょっと今日お伝えしてみました。はい、ということで、もし作ってみようかなと思う方はまたぜひトライしてみてください。はい、ということでご視聴ありがとうございました。